オーストリア帝冠オーストリア帝冠はオーストリア皇帝の王冠である。その起源はハプスブルク家のルドルフ2世に遡ると言われ、1804年に神聖ローマ帝国が滅びるとフランツ一世によってこの冠がオーストリア皇帝の帝冠として定められた。現在でもオーストリアの提出関連の文章などにあしらわれている当時の神聖ローマ帝国皇帝であった。 歴代の神聖ローマ皇帝たちは、夫大帝から受け継がれた神聖ローマ皇帝官で退官していたが、1424年以降、法律によって退官式以外での使用が禁止された。その法律によって皇帝たちは新たに私的な冠を使うことが求められたのだが、そのうちの一つがこの帝官である。なお、他の私的な帝官はすべて現存していないとされている。 多くの芸術家たちのパトロンとなり、芸術にのめり込んだ、ルドルフ二世らしく、豪奢な装飾が施されている。称される、この冠は、新生ローマ帝国が、ナポレオン・ボナパルトによって滅ぼされた後に、フランツ一世によって新しく定められ、以降の皇帝もこの定冠を用いた。ありがとうございます。